続きやっていきましょうか。やるか。やろうよ。母ちゃんを探そうよ。母ちゃんさ、うん。結構べっぴんさんだよね。そうね。でもちょっとね、凛々しい感じで。うん。かっこいいお母ちゃんみたいな。そうね。今ね、何してるかっていうとね、見比べてるの。うん、あ、似てるかどうか。そう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 。どの辺が似てる？母ちゃん、べっぴんだな。おい。おい。似てるとこ、どこでもいいからさ、鼻筋とか。要求するね。鼻筋かな。目の色とかさ。ああ、いや、向こうがダークブラウンじゃない？こっちは、なんか。うん、我はどう？我、主張激しい。あ、うん、あ、似てるかよ。似てる。ちょっとめんどくさくなってきた。こうかな。次はさ、どこに行く？私さ、ちょっと気づいたことあるの。お、なんだ？言ってごらん。あのドア開かなかったでしょ？開かんかったな。こっちも開かなかったじゃん。見て、ろうそく、あ、ろうそくの火がない。はあ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 、ないね。で、1回見に行ったあの部屋、ろうそくの火がついてる。おお、クリア済みってことかい？なのか、火がついてるから開くのか。あ、でもね、多分、あっちの奥のドアも、ろうそくがついてるから。うん。ってことはやっぱり、入れる部屋。扉はクリア済みだよっていうことじゃない？あ、クリア済みってことか。そうかそうか。うん。じゃあこのついてない。そう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 。うんうん。じゃあ今日これ？あ、これ開かないわ。あれ？じゃあさっきの両サイドのどっちか？あ、違うわ。ここの正面だ。やっぱり入れるドアが光るんだね。おー。なるほど。今日はじゃあここかい。どうなってる？ここ何もない。さすが持ちだな。ねへへへへ。お、バラ。よし。何のためだろう？バラ？うん。何のバラだろうね。ね。よく見ないとさ、暗くて。あ、見て、踏み台。いいね、踏んでごらんよ。おう。ガチャって聞こえたけど、どこが動いた？わかんない。奥か？これってさ、見えた。このトランクの隙間から向こうのドアが開いてるのが見えた。ちょっとほら、立ってみて。あそこか。見える。見えた。じゃあちょっと立っとくからさ。うん。あっち行ってきてみる。うん。あ、結構離れてるね。見えるよ、おまさん。いや、ジャンプしてる。あ、違う、ジャンプしたらドア閉まっちゃう。開いたままになってる？開いてるよ。入るね。うん。あ、バラがあるな。おうほう。私、そこに行きたいけど。ガラスケース。あれ？違う。あれ？取れない。こうか。よし。おまさん、バラ取る前に。私もそこ行きたいから。あ、あった。これかな？あなた先にバラ取ったわね。あたいたちのことが先じゃないの？あ、そこにあるんだ。そう、左向いてごらん。これね。これを取ってたのね。そう。あ、ここにも。母ちゃん。そう、同じ、ね、絵が。うんあるね、使い回しですな。使い回しとか言うな。これが一番綺麗なお釣りだったんじゃないかな。それで、あ、すっごい、何これ。金庫みたい。うん。冷蔵庫かな。キッチンっぽいよね。そっか。金庫じゃねえな。でかいな。でかい。どんだけ人いるんだろう。要は、でも、こう通って、うん。帰んなきゃいけない。あ、そうかそうか。からのんびり歩いてたけど。そうそうそう、ちゃんとコースを。あ、そっか。じゃあ、うん、こう歩いて今のスイッチを踏んでここから出ていくんだね。そう、ただここに一人取り残されんのよな、きっと。あ、取り残されたら、私が最初に踏んだスイッチを踏みに行って、そう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 。出してあげないといけないね。だって前回ね、一緒にゴールしないといけないってことは、分かったもんね。うん、うん、あ、もうちょっと下がってみて、後ろ。こう？もうちょっと、そうそうそう。うん。痛い。え、味が味何してくれてんの？行こうぜ行こうぜじゃないから人で遊ばないんだよね、まったく。あ、でここが、あ、この奥はもう行き止まり？多分ここにあるな。赤く光ってるぞ。あ、バラがある。バラあ、飛べないじゃん。あ、本当だ。なんで飛べないの？飛べないのかな？よいしょっと。普通に取れんじゃない？届かない。ってことは、ちょっと、普通にこうじゃない？え？いや、取れました。かがんだのに。またかよ。上向いたら取れるべ。ちょっとね、一瞬出た。あ、はい。うん、もう、オッケー。これじゃない？これ。ああ、もやん。うん。これ？あれ？でもそれ、どうやって？あ、それこそしゃがむんだ。そう。行くかい？あれ。あ、こうだな。馬さんが取る？私が取る？前回、モッチーが取ってくれたから。あ、話し始めた。無償な儀式か何？ちなみにそれ何？見えないんだ、私のところから。あ、剣だ。剣？うん。わお、なんか急に冒険感。ドーン。さあ。これ、ライト大丈夫かな？この部屋は大丈夫だよね。なんかさ、このさん。あ、そっか。僕、懐中電灯持って。あ、マッチ来た。ちょっとなんで？彼の姿を見ることもなく襲われた。何を見てたかというと、馬さんが上に登った時にさ、この上になんか階段らしきものが見えたんだよ。階段？うん。あ、ここかな？そう。それ、ぴょんぴょんって、もしかして上に行けたのかなーって考えてたら、うわーってきたから。ちょっとじゃあ、この剣取る前に、だってあっち行ってみるか。ちょっと不思議じゃない？行ってきていい？うん。おいで、こっちだな。そう。なんか関係ある？ジャンプしてる。すごい。行けたけど。これもう完全に馬さんしてんじゃないと、どうなってるかわかんないね。そうだね。あ、なんか。うん。ちょっと待って。これ私もいけないのかな？どうにかしてジャンプして。無理か。何？あ、やっぱり空間になってるよ。もっち、これは。何？すごいぞ。どうした？何？まさか屋根裏がある？うん。外に出られた。え？外ってお屋敷の？そう。窓が開いててさ。待って。ちょっと楽しい仕組みじゃん。今外にいるの？いる。じゃあ、私も一回戻ってみていい？馬さんがどこにいるか見たい。あれ？入れねえ。帰ってくるってこと？どういうこと？外にいる？いや、外にいるんだけど。ちょっと。入れなくなっちゃった。待って。私、出れないじゃん。あれ、誰かが。あ、わかった。え？こっちから飛び降りるってこと？馬さん、だって今下に降りたんでしょ？あ、今降りた。どうにかして、私が一番最初に、あ、見えた見えた見えた、馬さん！馬さん！馬さん！こっちだよ。こっち。あ、いたいたいた。こっちこっち。最初に覗いてた部屋だね。そう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 。私、すごいことをひらめいちゃったよ。まさかさ、そっから出てこれるなんて思ってなかったからさ。うん。馬さんが、最初に私が踏んだ部屋？うん。あそこに行って踏んで、私を出すんだ、ここから。なるほどな。窓があったんだ。開けてくれ。開けてくれ？開けてくれ。あ、そう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 。ああ。いや、違くない？あ、いや、あ、いや、あ、うん。あ、まだ持ってねえから、まだ。何？まだ持ってねえし。ゴール。ちょっと感動しちゃってさ、からっきりに。え、面白い。舞い上がっちゃった？そうそう、舞い上がっちゃった。じゃあ、行く？これは今回のルートなのかな？楽しみだね。ちょっとじゃあ、しゃがんでいただいて。OK。で、あ、そっか。ドーンってしてから、懐中電灯消すね。いや、私はもう移動してた方がいいのか。見えないように。あ、もう持ってんじゃん。よいしょ、よいしょ。照らしてた方がいい？ね、いや、大丈夫だよ。馬さん。外にはいないか。これ、すごい不安な絵だな。一人になっちゃった。でも、もっちーさ、うん。そっから、入り口の方には行かないといけないんじゃないか？あ、ほんとだ。うろちょろしてる。あ、こいつ、動くぞ。あ、ごめんごめんごめん。おっとっとっと、消しとく。いや、さ、見つかった時の音がさ。見つかった時の音？うん。そうそうそう。迫ってくる音。ってやつね。部員がね。うん。あ、本当だ。それが共通で聞こえるから、僕にも。僕が、さっきちょうど降りたタイミングで聞こえてきてさ、それが。ああ。ここに、外にもいるのかって思って。あ、まず、それの確認もしなきゃね。でも多分いない。ほんと？めっちゃ安全じゃん。うん、今回私、外れくね？だって。いや、あ、はーって聞こえる。何？私は真っ暗よ。あれ？何も起きなかった。何？何か分かった。さっきさ、はい。キッチンの手前のスイッチがある部屋あるでしょ？うん。あそこにね、うん。いるんですよ。ああ。で、外にいる僕を見つけて、はあはあ言ってんだと思う。はあはあ言ってる。うん。多分ね。ほらほらほら。ほんとだ、聞こえる。じゃあさ、そこを通らなければいいんじゃない？あ、いや。ただやつ出れないからさ。そうか。じゃあ気にしなくていいの？多分、あー、なるほどなるほど。もう危ない？いや、スイッチ踏むとさ、開くドアあるでしょ？最初の。あそこの方に向かって走ってってるから、ちゃんと、なんていうのかな、そこから出て、僕を倒しに来るっていうのを、ちゃんと、奴が分かってるな。ちなみに。とりあえず、私は移動してるよって言おうとしたら、いたー、目の前から来たー。いいよ。オッケー、じゃあ、ちょっとタイミングを見ていくね。やー、ドキドキすんなー。移動し始めます。はいよ。ここだ。二つ目の部屋。問題。ちょっと待ってね。うん。あ、で、餅が出たとき、閉めるタイミングも一声いただけると。出たって言えばいいかな。いる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 。いるいるいる。もうここ確認する術が難しすぎる。いくよ、そろそろ。うん。お願い。はい。閉めて。あれ？見つかったとかじゃなくて音かもしれない、今のは。あ、開いた？そう。ドアのカチャって近すぎたのかな。難しすぎるよ。それであればもしかしたら、うん。先に開けておくのが正解なのかも。それでやってみる？うん。で、もしかしたらそれで中のやつの動き方が変わるんじゃないか。変わるかな。うん、じゃあ、ちょっと試してみようか。試してみようか。でもさ、開けて、あれ？ごめんごめんごめん。開けて、馬さんの存在がバレるとかってことはないかな。だから一応しゃがんで姿が見えないように。うんうん。うん。それで、ちょっと試してみる価値はあるんじゃないか？乗りました。はい。あ、特に一人目の変化はないです。向こうからさ、二つ目の部屋のゾンビの動きが見えたりする？例えば。移動し始めるよ。うん、外に出たっていう感じはないね。あ、いた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 。今ドア踏んでる？踏んでるよ。開いてる？開いてない？ちょっと待って。開いてるはずだ。あ、オッケーオッケー。開いてる開いてる。開いてるね。うん。行くよ。ドア閉めて。はい。オッケー。いけた？いけた。いる？ドアの後ろから聞こえる。いるいる。私いるよ。ここ、懐中電灯つけちゃダメだよね。ダメだな。ちょっと待って。入り口のね、なんかこう、ホテルのカバンを置く、ガラガラみたいな後ろに隠れてる。そこにいてて。左を通っていった方が、馬さん的にはあまり動かないで済むんじゃない？私が馬さんのところに今来たよ。来た来た。今ドアの後ろにいる。なに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 ここひょろっと腕が見えてる。あ、痛い痛い痛い。すごい小声になってるけど。なんだその鏡方は。こんなんしかできないよ。待って待って、こっち、あ、ちょっと待って、こっち向いてるよ。向こう向いたときに行くな。うん。よしよし。よし、行こう行こう。よしよしよし。この隙間にいて、ちょっと。これ大丈夫か、これ。今、全然姿見えない。どっち向いてんだろう。こっち向いてる。今は動かない方がいいかも。あ、ごめんごめん。よし、行こう。はい。これいけんの？大丈夫かな？ちょっとまだ追い越さないように。あ、いける。いける？あ、いける。ちょっと待って。なに近ない？これ。近い。そこでしょ？はい。で、止まるのが、本当に。振り返りがさ、こっちを振り返ってないからさ、セーフかも。彼は。そこなんだよ。止まるの。なんか彼がっていうか、あの部員が、動き出した瞬間に向こう、祭壇に向かって、でも、素早く置くと。はい。私はギリギリまで一緒にちゃんと行くよ。そうだね。よし、じゃあ次。次のターンで。行こう。はい。よし。せーの。いけるかリサじゃない。おー、燃えてる。やった見えた今回は。うん。やったぜー。めっちゃ大変だった。難しかった。モチのキャラの名前なんだっけ？ルイーサ？あ、ルイーサからリサって言っちゃった。誰や？いやー、ちょっと、深呼吸させて。これで、3つ目。3つ目か。ですな。3つ目は剣だったのか。あ、こういう剣だったんだね。難しかったよ、お母ちゃん。そうだなぁ。母ちゃん、もうちょっと簡単にしてほしいべ。もっと部員どうにかしてよ、はぁはぁ。いやーでも、ドキドキしたね。本当にドキドキした。おまさんもやってみなよ。やんない。うん。わかる。やりたくないと思う。じゃあ、次回。はい。うん。また頑張れるようにテンション戻しとくよ。そうだね。ちょっと、また、やる気なくなっちゃった。なくなっちゃった。ああ、そうか。